まあ、ちょあの飛行機に持ち込んでは正式に、あの書って誰か代表で叩いてみてくれる、これ先輩が作ったやつの FRP、 これだからその板とこれさ自分も叩いてみて壊してるないでしょ、あ、そうですね、はい、これさもう遠慮なく壊していいやつだもんね。でこれこれ渡辺さん、これ全然さ、クラッキーいかないでよ、これこれ傷がさ、ここにやるといくらなんでもちょっとね、白っぽくなるんだよ。あー全くっすね。そう、全くなん見た、これ全然見てないこれさ、これ多少白っぽくなんだよ。でもさ、すごいっすね。すごいね。そんな怖さ、そんな本気で怖さ。こんだけ言ってもないやな人。いやいや。なんで。いや。違う。これって物が違うんかな。ああ。これ3ですよね。これ違うだ。そうそうそう。そう。5は使ってないやつ。ね、壊してなかったでしょ FRP は。今年もそうだ、すごいんだよ、そうね、そうね、だから一応こんだけやれば納得するもんね、うん、で折り曲げようっていう人もいたんだよ、うん、世の中でも折り曲がんないけどそんな折り曲げたら嫌だよね、そうそうにやって切らないんだよ、手が切れます、ね、叩きたい、叩きたい、見てただけだけ硬そうそう、そうにやって壊そうとした人いるんだよでさ、やっぱりさ驚いたのはね、やっぱりね、これあの全然白っぽくなってね、下がいく少しはさ、やっぱりひびいくんだよあの金属だったらさグニャッとあの響くでしょ、ところがさ、それいかないの、本当にマジで下が壊れちゃうあ、そういうことね、これ一緒ですよ、そういうことね、あ、それ壊れ方一緒、そういうこと、で、結構さ、だからそのフォーミュラカー作ってるやつに学生さんたちにも1本ずつあげたりした、いや、古い役だったよ、ここまで強いと思わなかった、ここまで強いとはもう全然思わなかったね、すごいよね、これだから壊す人たちがいるんだからさね、ありがとうございました。